福岡県のギャラリーのろぺこです。全国から届いたハンドメイド作品をご紹介します。こちらはランチトートバッグが1点と、そしてカードケース。カードケースは大きいタイプと小さいタイプ2種類あります。かわいい猫の生地のランチトートです。生地をアップで撮影します。黒猫ちゃんがパリの街並みをお散歩中です。そしてこちらのバッグは両サイドにもポケットがあります。底部分しっかりマチがあるんです。電話の受話器と並べて撮影してますが、お弁当箱余裕で入ります。内側きなりです。ペットボトルとかも一緒に入りそうなぐらい大きいです。カードケースは小さなサイズが1点と、そして大きなサイズが3点です。まずは大きい方から撮影します。同じ形なので、まずはこちらのチョコレート猫ちゃんの生地で詳しくご紹介します。こちらはチョコレートと猫の生地です。布の切り替え部分にはこのように可愛くレースがあしらってあります。ボタンに引っ掛けるタイプです。厚みが出てきた時は結び目を変えてください。手に持った時の大きさです。内側ですが、このようにポケットがあります。両方から入るので、全部で60ポケットです。同じ生地ですがお色が違います。こちらもチョコレートと猫の生地ですが、お色が赤です。きなり色です。スクール猫ちゃんの生地です。猫が学校でお勉強したり、ご飯を食べたりしている生地です。緑のボタンも可愛いです。こちらは小さいサイズのカードケースです。おしゃれな黒猫さんです。鏡とか、香水やメガネもあります。同じように結び目を変えていただくと、厚みがあっても大丈夫です。内側ですが、10ポケットあります。カードは片方から入る感じです。手に持ってみます。に表示されるカードをクリックしてください。各作家さんの詳細ページをご案内しています。また、のろぺこでは布雑貨、アクセサリーなどの委託作品も常時募集しています。特に猫雑貨は年中品薄です。詳細はのろぺこで検索していただいて、お店のホームページをご覧ください。